本番1日目のフリーライディング競技です。あそこにね立つには今日も上位に入らないといけません。感じの地形を使ったフリーライディング競技が1日目にあります。1人2本で上部中部下部で採点が分かれていて、ターンとトリックどちらでも見せていかなければいけません。そして優勝賞金は200万なので、インドネシアで10年は生活していけるような金額。もうみんなガチでやってきております。そして本番まで時間があるので、パークで足慣らしとウォーミングアップでございます。かなりジャブジャブで板が取られるのに苦戦しますので、ターンをすごい気をつけてやらないといけないんですけども、ダイナミックな速いターン、切れ味のあるターンが求められます。もちろんジャンプも採点にだいたい 20% か 30% ほど関わってくるみたいなので、念を入れてカービングとジャンプを練習しております。
2本終わりました。まあ、ちょっとミスはあったけど、やりたい技できたんで、あとはもう結果待ち。で、結果待つまで、ちょっと懐かしい子に会ったので、ご紹介していきます。じゃじゃじゃんじゃん。いや君は誰だ？僕は、脇田正樹です。脇田正樹、はい。はい。脇田ブラザーズのお兄ちゃんよね。はい。あの、ダイナで僕がディガーしてる時に、よう来てたんですけど、このぐらいだったよね、まだ、その時。で、弟の友樹もっとちっちゃかったもんね。あの時だって、8歳とか。8歳とか。正樹で8歳とか。19。スノーボード10年か、10年か、うん、ああそうやね、そんぐらいやね。すごいね、10年経つと細胞がね、いっぱい分裂してここまでなるんですね。でかかった。これ、俺びっくり。これだって俺がダイナンのしてた君はヘアスタイルやからね、お前。そうや、超長かった。チャラかったな。チャラかった。チャラいね、絶対チャラいねんな。ロングの時はチャラいから、あの、よく女の子の部屋に行きまくってるっていうのはよう聞いてたんで、あ、大人になったんやなって思ってたんやけど、なってる。なってる。なってないかな。すごいよ、ニヤついてモテるやん。そんなに遊んでないから。ああ、そう、そんなに、まあ、人と比べると分からへんけど、多分俺から比べたらお前すごい遊んでる気がするわ。俺ゆうたろうとかと比べるから。ああ、そうやね、こっちの人ね。いやいやいやすごい、ゆうたろうさん、はい、ね、さっきすごいラン、多分今のとこ1位ぐらいのランをしてました。この大会20からしか出れないんですよ、20歳からで、まさきまだ19やね。19で出れないんで、めっちゃ怒ってんだよね。めっちゃ怒ってる。はぁって感じ。早く滑らせろなぁ。で、前走って言われてたよね。そう、してなくなかった。遅刻した。遅刻したん、うん、その理由からしたり。遅刻は板盗まれて取り返してたら。嘘つけ。ほんとほんと。ほんと、え、どういうこと。開けて、マセキに板持ってかれて、えぇ、ー、行ったらなくてみたいな。ホテルマンが監視カメラ全部辿って、その人の部屋まで行って。え、マジで。この板、この板ゲットしました。誰やったの。全然知らない人。全然知らない人。ライダーじゃなかった。それライダー取らへんわね。抱いてて寝坊したとかじゃなかった。じゃなかった。真面目に寝坊、うん、一歩間違えたらそうなってる。抱いたの。抱いてた。これ流すして言えんの。いいよ。あ、いいの。 ありがとう。じゃあお母さんも怒らへんよね、そんなこと。大丈夫大丈夫、はい、昔だってお前ハーフパイプでカチカチの時な、アクロスシゲなもんね。なんでファイブやらへんのってめっちゃ怒られてたやろ。誰もやらへん時に。誰もやってない。誰がやるねんぐらいのボコボコの時にな。そういう厳しい。ぼやいてたもんな。厳しかった。お母さん怖かったな。怖かった。優しくて怖い時ある。お母さんどう思ってんの今。お母さんのこと。いや、結構大好き。あ、大好き、うん、まあまあそこはなんか年取れば取るほど。あ、ほんと、うん、あ、まあまあいいお母さん、うん、いいお母さん。ただあの時は鬼やな思ったけどな。虐待かな。一歩間違えたら虐待みたいな。トモキも言ってたわ、ずっと。これで回せ言うねんって。ちょっとおもろかったわんな。YouTuber じゃないの。俺は違います。え、やってないの。やってないです。あ、そうなんや。やってない人とかおるんや、 YouTube。 いない。YouTuber 俺初めて会ったで、スノーボーから。YouTuber とか言うなや。どっちかだったら。やればいいん、イケメンスノボチャンネル。やるよ。やらないよ。俺ゲストで会う。絶対行くよ。伸びるよ。一緒に旅しようやじゃん。あ、旅もなんかそれいろんなやつおるやん。19歳で大会まだ出れへんけど、今からな、乗り込むねんな。乗り込む。ちょっと撮ってみる。撮ってみるわ。早く滑りてー。あ、わきたまさき。行くよ。ふぅよかった。あ、このコーク3スタイルを持ちまして、スタイルは、はい、今から、ね、結果発表みたいな時間になりますので、それをちょっと見に行こうと思います。巨人青木玲さん、青木玲さん、第9位、宮沢優太郎。
ないんです。優勝じゃないの？なんで？まあ、第7位小西孝文。昨日の結果です。じゃんじゃん。1位が、あの兄弟でした。そして、はい、39位。早くなったんだ。8秒も早くなりました。びっくりしました。よかった。あれちょっとこけたのにな。こけなかったらすきつい。まあ1位1分28、僕は1分34とかですね。さて2本目、雪が走るようになってきましたのでぶっ飛ばしていきたいと思います。一緒やん。一緒やん。やば。もう耐えれへんかった。こけたっすわ。最後の最後のとこ。ということで、僕の200万円の挑戦は、終わりました。帰ろ。しんどい。1日目で終わってた。終わってたんですけどね。バンクドもうちょっと前進したかったけど、 YouTube にうつつをね、うつつをなんちゃらしすぎました。動画を
面白かったら高評価、綱引きで勝ったらチャンネル登録お願いします。レディーゴー。